安土城、長浜城、彦根城、みこ TV。 皆さんお元気ですか？春ですね。桜を見に行くもいいけど、みこ TV 見てね。それではみこ TV 始まります。かわいい。この番組はご覧の提供でお送りします。皆さんこんにちは、みこ TV 小森です。始まりましたみこ TV。 ここからはおすすめイベント情報をお届けするイベント情報コーナーです。イエーイ。それでは VTR スタート。こちらは毎週恒例のビアコジャズ東近江。世界中から200組以上のアーティストが出演されます。すごいですね。はい、そしてさらに東近江商人の商家に伝わる武者人形を展示。豊臣秀吉公の武者人形もあるんですよ。おー、すごいですね。はい、こちら旅立ち坊や顔で迎えしてくれる東近江大高会館では現在切り絵展が開催中です。これ切り絵なんですか？はい、そうですよ。こちら切り絵展、切り絵なんです。美しいですね。やばいですね。はい、そして4月後半からは鯉のぼりのタコが展示されます。はい、恋が叶うタコも展示されますよ。これは行かなきゃですね。そうですね。わー、すっごい。続きまして、近江八幡市の三大火祭りの一つ八幡祭りが開催されます。はい、松明祭りは迫力満点です。すごい、暑そうですね。さらに時代劇のロケ地八幡森では時代劇イベントも開催して、侍や武将にも会えますよ。はい、こちらは豊里町の豊里小学校旧校舎群では、ウォーリーズ建築の校舎や講堂が無料で公開中です。映画やドラマ、アニメに出てくる校舎を見に出かけてみてはいかがでしょうか。無料でね、見ますのでね。すごい、小学校すごい。ここで卒業したかったです。はい、彦根市では彦根城桜祭りが開催中ですよ。期間中は交通規制がしかれ歩行者天国です。五条家にぎわい市も開催中なので、綺麗な桜を見ながら彦根の名物を味わえます。彦根はもういますよ。おー、かわいい。彦根に会いに行ってくる。おー、いい天気。めっちゃいい。大津市では春の桜ライトアップが開催中です。三井寺や琵琶湖疎水のライトアップはすごく綺麗ですよ。夜の夜が綺麗。
すごい綺麗や。大津の三大祭り吉大社の三王祭も4月中旬に3日間開催されます。はい、毎年恒例の地酒電車大人気で毎回満員ということで、今年は特別に4月いっぱいまで運行しています。美味しそう。はい、そして電車ファンには嬉しい電車運転体験の開催です。本物の電車運転できます。応募者のみとはなりますけれども、はい、ということで12もおすすめのイベントをご紹介いたしました。なんかすごい皆さん行ったことあったりするのありましたか？気になるイベントや。おめさちまん地元で毎年行ってます。やすやすっぽいけど大丈夫ですか？あ、おこしおみさちまんゆいちゃんは？そうですね、私まだ滋賀歴1年なので全然行ったことないんですよ。とりあえず最後の電車運転してみたいです。ぜひぜひ、あの応募してください。応募します。はい、すごく毎回人気で、結構残念ながらできなかった方もいらっしゃるぐらい人気みたいなので、ぜひラブレターなども毎日書かないといけないですね。電車大好きです。大好きです。聞いてください。頑張れゆいちゃん。はい、はい、じゃあメガネくんは何かありましたか？もう全部行きたいです。おっ、じゃあ全部行った写真をぜひぜひ送ってください。はい行かないな。はい、今回は4月度のおすすめのイベント情報をお届けしました。はい、ご紹介しましたイベント情報は各施設観光協会さんのホームページやミコ TV ホームページのイベント情報コーナーからご覧いただけます。はい、4月度は滋賀の散策をお楽しみくださいね。ということで、そろそろ次のコーナーに行きましょうか。はい、次のコーナーもお楽しみに。一緒に